AST ホットニュースです。写真の世界の動きを詳しくお知らせいたします。次は我々の写真ニュースです。ウクライナ空軍は今日、ロシア軍に22回の攻撃を行った。日中、ウクライナ空軍はロシア軍に対して22回の空爆を行った。これは Facebook で公開された12月20日18時時点のウクライナ軍参謀本部の報告書に記載されている。ロシア軍はバフムトとアブディフカ方面での攻撃作戦に力を入れ、クピャンスクとライマン方面での戦術的位置の改善を試みている。その他の方面ではロシア軍は以前占領したラインを守り、ウクライナ国防軍の部隊の行動を抑制することに力を注ぎ、同時に接触線沿いのウクライナ軍と民間人の位置への砲撃を続けている。日中、ロシア軍は空爆10回、アンドレイエフカ、ボフチャンスク、ソレダルの民間人へのミサイル攻撃4回、ケルソンの民間インフラへの MLRS 攻撃約20回を行った。ボリンとポリシア方面では状況は大きく変わっておらず、ロシア軍の攻撃グループが形成された兆候は検出されていない。ベラルーシ共和国とロシア連邦の軍隊の一部はウクライナとの国境地帯に引き続き駐留している。シバ、スキーとスロボジャンスキー方向でロシア軍はカルポビチ、ティモノビチ、コストボブリフ、チェルニヒフ地域など27の入植地のウクライナ軍の位置に対して迫撃砲と大砲で攻撃を開始した。キンドラティブカ、ボドラヒ、ザプシリア、イズデッキ、スーミー地方、フリエフ、アリシブカ、クラスネ、ゼレナ、ボフチャンスク、ザイビーン、ボロキフカ、バルバリブカ、ゼムリアンカ、ハリコフのドボリチナ地方を含む27の居住地。ロシア占領軍はチェルニヒフ州ポピフカ、ハルキフ州ジビネの地域で戦闘用無人機を使用した。クピャンスクとライマン方面ではロシア軍が戦車と大砲で15の集落、特にハリコフ州のフリャニキフカ、キスリブカ、コトリャリブカ、クロクマルネ、ベレストベ、ルハンスク州のマキエフカ、プロシチャンカ、ネフスケ、チェルボノポピフカ、レーブロワに砲撃を加えました。ロシア軍機はノボセリブスケとプロシチャンカの居住区を攻撃した。バフムートとアブディフカ方面ではロシア軍が攻勢を続けており、ルハンスク州のアンドリブカ、ビロホリブカ、ドネツク州のスピルネ、ソレダル、バフムート、ステポチキー、ボディアネ、ネベルスケ、マリンカ、ノボミハイリブカなど24カ所の入植地で戦車や砲をウクライナ軍の位置に向けて発射している。ロシア軍機はアンドリブカ、ビロホリフカ、スピルネ、ティブニチネ、ニューヨーク、カミャンカ、アブディフカ、ネベルスケの地域を攻撃した。ノボパブリフカ方面ではロシア軍がドネツク州のブールダール、プレチスチフカ、ゾロタニーバ、メリカノボシルカの入植地付近のウクライナ軍の陣地に戦車、迫撃砲、艦砲、ロケット砲を発射した。ザポリツィアとケルソン方面ではロシア軍はドニプロ川右岸の集落のウクライナ軍と民間インフラへの砲撃を続けている。ロシア軍はドネツク州のブレミフカ、ザポリツィア州のゼレニヘイ、ドロジニャンカ、ザリズニチネ、メルベール、ビロヒール、ケルソン州のベリシュラフ、トカリフカ、アントニフカ、ベレホブを含む35カ所に戦車と砲撃を行った。ロシア軍はブレミフカ、マリシャルバキ、ノボアンドリーブカ、オルヒフスケの地域で空爆を開始した。ロシア軍は損失をかぶり続けている。12月18日、ウクライナ軍がザポリチア地方の一時占領地でロシア軍の人員と機材の集積地を攻撃したことが確認された。ロシア軍は130人以上の兵士を負傷させ、最大で10単位の武器や各種軍事装備を破壊された。ロシア軍は引き続き一時占領地の民間医療施設ネットワークを利用して負傷したロシア人占領兵や民間軍事会社の傭兵を治療している。日中、ウクライナ空軍はロシア軍の人員、武器、軍備群に対して10回、ロシア軍の対空ミサイルシステムの位置に対して12回の空爆を実施した。ウクライナ軍のミサイルと砲兵部隊はロシア軍の弾薬庫、3つの司令部、
8つの人員クラスタに攻撃を加えた。ロシアが軍事装備と兵士をウクライナとのベラルーシ国境に運ぶ。ある監視団体の報告によると、ロシアはベラルーシの南部、すなわちウクライナとの国境に軍事装備を移送し、ロシア人占領兵を動員し始めた。ベラルーシ語波準テレグラム上の独立したベラルーシ軍事監視メディア、報告によると、ロシア軍の戦車、トラック、人員は配備されていたベラルーシ北部と中部のベラルーシポリゴンからウクライナとの国境に近いベラルーシ南部へ輸送されていたとのことです。ベラルーシのベルサットは、イワノボの集落に向かう途中、ドラギチンの町の近くで発見されたエシェロンの一つを映したビデオを投稿しました。その中には、6台の滅車、2台の人間用滅車、燃料タンク、ガソリン運搬船が含まれています。観測筋によると、このような数の車両は攻撃行動を開始するには絶対に不十分であるとのことです。12月20日、ロシア軍車両の一団がポロンカ駅を出発した。この車両はブレスト州オブズ・レスノフスキー射撃場バラノビチ地区に以前配備されていたものである。プラットフォームには T-80 主戦戦車23両、ガソリン運搬車8両、ウラルとカマズのバン9両、乗用車2両、貨物車7両が搭載されました。また、12月19日には、ビテプスク州のザスロノボ駅のプラットフォームに、20台以上の戦車と約16台のウラルバンを積み込んだと報告されている。以前は、車両はレペルスキー射撃場に止まっていた。この部隊は、ウクライナとの国境に近いミンスク州のスルツクに到着する予定である。別の部隊は、シクロフモギレフ州の集落を通過し、BMP-220台、燃料運搬船3台、ウラル7台、移動通信制御室、ロシア鉄道の客車4台、貨車3台を含んでいた。この部隊はカリンコビチゴメル州に到着したが、さらに南へ移動することも可能である。ベラルーシ波準は、ウクライナ国境から遠くないロシア軍とベラルーシ軍の共同訓練に車両が届けられるのではないかと推測している。ワグネル PMC の創設者は、バフムート付近でゼレンスキーとの面会を求めた様子を公開。ワグナー民間軍事会社のリーダーであるエフゲニー・プロゴジンは、武装勢力がバフムート方面で銃撃したと思われる動画と、彼がボロディミル・ゼレンスキー大統領に会談を申し入れた様子を投稿している。プリゴジンのプレスサービス、テレグラムチャンネル。同チャンネルでは、プリゴジンが前線に近づき、ゼレンスキーがバフムートにいることを知り、ピオン自走砲からの射撃を依頼したと伝える動画を複数掲載している。プリゴジンは、ビデオの中で、もしゼレンスキーが我々に注意を向けたら、我々はいつでも会う用意がある。誰が何をどこで所有しているかをすぐに突き止める、と語っている。武装勢力による銃撃の後、プリゴジンは、何の反応もないと述べていた。ボロディミル・ゼレンスキー大統領は12月20日、ドネツク州バフムトを訪問。彼はウクライナ軍と会談し、ウクライナ人守備隊に勲章を与えた。戦争研究所のアナリストは12月12日、エフゲニー・プリゴジンが率いるワグネル民間軍事会社が、クルスク州とベルゴロド州で軍事組織を作り続けていると報告した。コンテンツは終了しました。ご気分はいかがでしょうか。少しでもこのローガーを楽しんでいただければ幸いです。気に入っていただけたらグッドボタンを押してください。コメント欄であなたの考えを教えてください。